はい、こんばんは。土曜日の夜いかがお過ごしですか？西村東林です。じゃあ今日もインスタライブ稽古始めるね。はい、今日はね、書道日本の説明をいきたいです。先週ね、ごめんね、第2部ね、ちょっとね、調子が悪かったんだ。それで急遽ね、第2部しなかったけど、今日は大丈夫だと思うよ。第1部は毛筆、第2部は硬筆いっていきますね。ではでは、楷書から。じゃあ、スクショタイム行こうかな。こないだ音楽入ってたでしょ、 YouTube に上がったの。ではでは、はい、何も言いません。はい、いいかな。で、今回のね、楷書なんだけど、結構この部分、この部分がね、結構四角いなと思ったんだよね。その、こっちのさ、この原本見てもらったらね、これね、ここのところ、ここね、結構こう中に入ってるように思うんだけど、四角っぽいんだよね、ここもね。真下にこう、線が引かれてるように思うんだよね。で、ここと、ここの差っていうのがあまりなくて、これがぐーっと斜めの、この横のところにこう、入り込んでいる。で、これも結構ぐーっと斜めに左の方に行って長さをここ出してるなぁと思うのね。この辺がだから普通に書く書写とはちょっと違うなぁって感じるところかな。あとね、ここのところ、縦の線の下からこうしっかりと、まあちょっと払うような感じ。あと、ここの終わる位置。あんまりこう中まで入ってきてないよね。で、ここ斜めの右上がりの感じが、ちゃんとこう連動してるっていうところ。その辺を見てもらうと、形似てくるんじゃないかなと思うね。じゃあ、ちょっと書いてみるね。今日これ赤いのね。やらなかったね。今日はね、結構若者たち、テスト前みたいですね。中間テスト前で、みんなその前にお稽古しようということで結構来てますよ。1、2、3、4、5、6、7人。静かに。若干うるさい子いるんだけど、書いてますね。あ、文鎮がないな。レブンチにしよう。見える？ではね。ちょっとやっぱり文鎮欲しいな。これね、ちょっとお菓子の箱を文鎮にしたんだが。ちょっと待ってね。次の紙を用意しておくね。この辺か。はい、ちょっと待ってて。ごめんごめん。かわいいのが出ました。じゃあ行くね。ごめんごめん。ここね、下からちょっと払うようなイメージかな。ここよりもちょっと下に
置いて長さ調節してね。丁寧にね、跳ねていってね。結構長いんだよね。ここね、こことここちょっと外れるんだよね。ここはギリギリだね。中に入り込んで、こんな感じか。でね、さっきのでちょっと説明しようかな。これね、今さっき書きながらちょっと伝えたんだけれども、原本ね見てもらうと、ちょっとそれ貸してくれる？うん、ここのね、あ、ちょっとちっちゃいか。じゃあまあみんな確認しといて、ここのところよりもこの縦の線って左側になってるんだよね。結構ここの下にこの縦が線が来るのかなって普通思うんだけど、それが左に来てるっていうところをちょっと見てほしいかな。でこういうところちゃんと開けた方がいいよね。ここが横の線とくっつくとね、重くなってしまうから、そこをさっき言わなかったので伝えたいなって思いましたね。結構四角い感じ、の顔立ちしてるかなと思いますので、そういうところを見てしっかり習っていただければいいかなと思います。ではでは、次はこれか。で、論形って書いてあるところだね。論形書指定道章のね、これもね、そうだな、皆さん見させていただいたら、やっぱり言偏を書くとか意図偏を書くとかっていう形で、書写の感じ、いつも書いてる綺麗な文字というか書写の文字をそのまま書いてしまっている、その空間とか線の歪みっていうものをしっかり表現してほしいんだけれども、その分がもうなんていうかな、いつもの形になってしまってるっていうふうに思いました。でこれもね、こうこの原本を観察すると、結構ね、まあみんなもこの本手元にあるのかな、ここにこうね線を引くとね、あ、スクショするの忘れた、それ先にしようか。書いちゃったらあれだもんね。はい、スクショタイム。はい、いいかな。ごめんごめん。そしたらここね、ここをこうすると、だいたいごんべんになるとこっち短くなるんだよね。でもね、なってないんだよね。結構ここ長いんだよね。まあ同じぐらい、ちょっとこっちが長いぐらいかなと思ったの。それからここも少し外れてるなって感じがしたのね。それと次ここだよね。この部分結構長く、ガーッと長いのよ。それでなんていうかな、ここよりも下からこれ出てるんだけれども、そう、下から出してここ長く、
これも結構長いの。で、この下に、この線は入り込んでるよね。でね、こことね、ここが結構並んでんだよね。ええー、とか思うよね。だいたいこことさ、この、揃う感じで書きたいじゃない？ここは違うところなんだよね。そういう歪みっていうかね、そういうところを見ていくと、表情がよく取れると思うよ。これもね、これ結構長いんだよね。で、これもぐっと外に出てるし、で、ここもね、左右対称じゃないんだよ。こっちが長いよね。で、これも、この線も、この横の線よりもちょっと下ぐらい。これでも短いぐらいだよね。というような感じの表情をしてるので、その辺をよく観察してから書いてもらうといいかな。やっぱりね、こう、整ってるところだけではなくて、この歪んでるところ、そういうところがその文字の表情なのでね、しっかりと研究というか、しっかり見てもらうといいよね。ということで書いていこうかな。ここに置いて、今日は羊毛で書くか。いつも皆さんの持ってる8号の羊毛で書きたいなと思いますね。こんな感じか。ちょっと窮屈になっちゃったかな。もうちょっと下の方がいいか。ちょっと長め。ここセット狭かったかな。もうちょいここの長さが、高さがね、出た方が似てたかな。まあでもこんな感じの筆の使い方をするかな。で、こういうところね、あまり私ははっきりとは表現しないんだよね。まあこう書いたら、こういって、こんな感じ。こう、ちょっとこう、肩を落とすような感じかな。で、書きたいんだよね。あとは、この、ここのところね、こういうところも、ちょっとこう、しっかり止めないで、ゆっくりとこう、動く感じで、運筆すると、似てくるんじゃないかなと思うんだよね。そういうところを気をつけて、書いてみてください。はい、じゃあ次行こうかな。あ、そうそう、次ね。今日、これね、どうかね。もう一回、これスクショその後にしようかな。これちょっと最初に書いてみるね。それから説明したいな。木管はね、結構羊毛で書いてもらうといいと思うよ。で、ぐいぐいとリズムに乗ってね。じゃあちょっと最初に書いてみるね。
ちょっと愛したかったか。感じでいく？ちょっと上大きかったかな。まあこれをじゃあスクショタイムしましょうかね。はい。では。はい、いいかな。で、ぐいぐい書いていったと思うんだけど、形としてはね、あるっていう字は横長くみんな書いてるんじゃないかな、書写的にはね。でもこれ結構同じ幅なんだよね、こことここがね。あんまりこう横の線が長すぎないよね。それで線の引き方ね。皆さんさ、筆運ぶ時にこの紙の上の、そうだなぁ、もうさ、3ミリ上ぐらいから、ぼちん。だから、ぼちんって書いてる人が多いのね。それだと線に勢いが出ないのね。丁寧に書くっていうのは大切なんだけど、紙があったら、そうだなぁ、10センチ。いやいや、もっともっと。自分の胸あたりぐらい。いや、もっとか。今、中腰で私いるから、ちょうどさ、なんだ、足の付け根のあたりがテーブルになってるのね。と、胸のあたりだと30センチかな？ぐらいの、この幅で、筆を動かしてもらいたいんだよね。このね、周りの空気を、この筆先にまとわりつかせるよ。まとわりつくっていうの？または、空気をさ、攪拌させるような感じで、筆をこういうふうに大きく動かしてほしいの。特に木管とかはさ、まあなんかちょっと言い方悪いとさ、なんかに取りつかれた感じ。あ、こうか、こう、ぐっ、ぐっ。で、いろんな先生がね、書かれるじゃない？その作品を。その時見る時に、皆さんどこ見てるかな？まあこの筆先を見るのも悪いとは言わないけど、その先生がどんな風なこう筆の高さ、筆をこう下ろしてるか、筆を動かしてるかっていうね、そういうこう筆の動きを見るのもいいと思うんだよね。発行会の先生方がこんな紙の上からぼちんなんてないと思うよ。こうしっかりとこう大きく腕を動かしてると思うんだよね。そういうふうにして木管を書いてもらいたいな。そしたら字が大きくなっちゃうんだろう、なっちゃうんだよっていう人いるの。大きくなっていいです。はいはい、大きくなっていいじゃないですか。今回は字は大きくなってもいいにしますので、テーマとしては、筆をしっかり動かすということをテーマに置いてもらったらいいかなと思いますね。あとね、墨がね、薄すぎる人がいる。濃いすぎる人もいるけど、うちは薄すぎる人の方が多いかな。白いの。なんか。もうちょっとね、あと、にじみすぎちゃう人もいるから、少し濃いめでもいいのかな、と思います。墨の色にも気をつけてね、書いてみてください。それと、かなも行こうかな。かなね。これ、これ、白下に引くと分かりやすいよね。かなを書くときには、やっぱりね、墨をちゃんと吸ってください。墨を吸って、墨の色も楽しんでくださいね。それから、紙も、かな用の紙で、慣れてない方は、その、かな用、かなの
に合う紙っていうのを知らない方がいらしたので、かなに合う紙を用意して墨をちゃんと吸って書いてもらうといいよ。ということで今回はね、中にキュッとこう閉まって余白が外にありますよね。でこの間ちょっと、大好きな言葉の中として、線はそれに伴う余白とともに存在する、空間とともに存在するっていう言葉があっていいなと思うんですよね。皆さんも、どこの線がキュッとなんだ詰まっていて、でどこがこう広がってるかをよく見ながら書いてもらうといいかな。ちょっとじゃあ縮小タイム、はい、はい、いいかな。ではではちょっと書いてみるか。うまく書けるかな。さっき上手に書けたんだけどね。下に白いのを引いた方が分かりやすい。でもな、まあちょっと下に白引こうか。その方が分かりやすいかな。ごめん、大きな手が出ちゃったな。これ少しまあちょっと書くけど、後でもっとこう下の方を見てほしい感じもするね。ちょっとかすれなかった。こんな感じかな。ちょっとさっきの方が濃淡が出たね。これね、やっぱり金はこの活筆と純筆の違いっていうのがいいなと思うので、ここ活筆で書いてみてね。でここで純筆になっていくと、でどれがどの字かっていうのをちゃんと把握しながらね書いていくと、まあ先生のポイントの中でね、大胆にうねりを出し流れを意識しました。3行目、ここがこうぐーっと中に入ってくるんだよね。お手本にちょっと補助線などを入れてね、そういうところを感じて書いてもらえばいいかなと思いますね。ではでは第1部インスタライブ稽古おしまいにします。今日は第2部やりますよ。そうですね。9時ぐらいから。では、休憩いたします。じゃあまた後でね。